E テレの曲で、ぼよよよ、はい。曲っていうのがあるんです。ぼよよよ行進曲。はい、そうです。もう大人が聴いても泣ける歌詞なんです。歌詞がいい話だ。歌詞よ。あ、これね、中西圭蔵の曲なの。知ってる？中西圭蔵。知らない。知らないの？嘘でしょ？ あなた好きなタイプよ。多分。作曲家。この人で、高音が綺麗な曲、声の持ち主で、すんカシュごい上手。カシュ歌手、中西さん。ゴー。見リラっぽればいわか。かるかな。多分、うん。ベタっぽい。ゴリラっぽい。すごい綺麗な曲書くの、メロディーがね。本当にどんな大変なことが起きたって、君の足のその下には、とてもとても丈夫なバネがついてるんだぜ。知ってた？押しつぶされそうな、そんな時だって、ぐっと膝小僧に勇気をため、今だ、スタンバイ、オッケー、その時を待つのさ、っていうの。ピューラーリーラー、風が君を呼んでいるよ。ピューラーリーラー、今こそ、ぽよよよーんと空へ飛び上がってみよう。ほら、雲まで手が届きそうってね。ぽよよよん、高く飛び越えと、虹のふもとまで笑顔で待ってる君がいるっていう曲。まあ、ちょっと前知識なしで聞いてみるよ。そう、勇気出していこうぜっていうか、そんな感じ。行オッ進曲。ケー。ちょっと弾いてみる？ちょっちょっと待って。じゃあ、はい。と私の音痴な歌も歌っちゃう？そこで終わり？こういう感じなの。で、この後にがっかりしてって。これは失礼でしょ？してるよね。認定もらってるでしょ？しんべヱ、しんべヱ。終わっちゃうでしょ？認定もらってるうちやろ？いいよ、今もやってるって言ってたよ。あれ、中で見たら終わっちゃうってる。そうなんだ。なんかいや、こわのかんないわかんない。知ってるって言うんだよ。へぇー。団子三兄弟は知ってる？知ってる。あんま好きじゃないけど。
やつね。で、その後に、ってやって、盛り上がったわけ。なるほど、なるほどね。メドレーにしたのね。大盛り上がりよ。へぇー。そっか。ああ、いい曲。で、これは、あんま力が入ってるわ。お母さんたちもやっぱり好きだと思うよ。へぇー。ヨヨヨン教行進曲でした。ありがとう。リアクションに困るな。知らなさすぎて。じゃあねー。じゃあねー。